もう一回やっても大丈夫ですね。という印象を僕は持ちますけどね。はい、野村さん、はいはい、その状態がかつて、これがたまると150キロ近いボール出るピッチャーだと思ってるんです。出るだろうね、出ると思いますね。それだけにこう、やっぱり石橋さん、はい、この川崎投手ですけどね、言われているように鏡の前で一生懸命自分のフォーム研究してるんですよ。あんまりにも今日は狙い通りにね、抑える方の結果が強く出てると思うんですよね。147キロ出ました。こっち持っていくときは要注意ですね。またアウトコースに構えましたからね。カーブを仕掛けました。合ってないですね。